はい、どうも、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、短時間で、おかっぱり釣行。で、おとといかな。おととい釣りに来た時に、スピニングで、この、レベル。エグ玉。エグ玉か。タイプレベル。エグ玉のタイプレベルの2.7g にバトルホックを、スピニングの通しで、こっち側の水門を狙って、かけはしたんですよ。もう多分40半ば後半はあった。いいサイズだったんですけど、バラしちゃったんですよ。完全にかけたんですけど、自分的にはフッキングも完璧で、あ、もうこれ絶対取れたと思った時に、おそらくバスがこっちに向いた瞬間、向こう持ってってこっちに向いた瞬間にパンって外れちゃってバラして、ちょっと悔しいんで、今回はミディアムタックルにこいつをつけて、もうキャストじゃなくて吊るしで、今日はやっていこうかなと。これだと多分バツンってかかってくれるはずなんで、フックが甘かったんでしょうね。なんかわからんけど、これでちょっと行ってみたいと思います。さあ行きましょう。で、先日がこっち、ここでブラインドで吊るしでこう落として水面につけて、今つけますね。ちょ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 っとして、もう1投目でバラしたシーンがあったんです。その動画がこちら。だ、おっしゃ。大きかった1投目。しゃー。めっちゃ引くやん。あ、暴れた、暴れた。マジか。あ、マジか。うわー、最悪といった感じで、くしくもいいバイトをバラしちゃったんで、今日はこれでいきたいと思います。まあ今回も同じ感じで、もう要所要所を全部打つだけ、キャストはしない。これで多分 2.7g のバトルホックの 2.6 インチなんで、多分キャストは無理なんで、ミディアムタックルじゃ。これはちょっと吊るしだけでやっていきたいと思います。おっしゃ、来た。おっしゃ、ネット上だ。おっしゃ、こいつはマジでバラだ。おっしゃ、ネット上勝った、マジで勝った。おっしゃ、これ抜けるかも。何でやろ、綺麗に入ったね。ネット。よっしゃ。うえ。こんな最後ないけど。吊るし系。吊るしやったね。あー、やっと。もうね、さっき言ったこと。ここについてたの、ずーっと見よったった。ずーっ
ーって見てちょっとずつこっちに寄せていったら、でもブラインドで見えんぐるかーって言ってブンって。マジですか。はー、うん、釣り強いね。いやはー、釣り引け、やっぱ極みや、エグ玉の極みで。サイズはそんなないけど気持ち一匹完璧、あざっす、バスです。